ハゲチメドリ族は、鳥類スズメモク、ハゲチメドリカピカタルティレの唯一の族である。西アフリカに生息する。全長33-38センチメートル。熱帯雨林の地上で暮らし、甲虫、ムカデ類、カタツムリトカゲなどを捕食する。系統樹は、アイルステッドオルシン・ヨーンソンフィエルザより。ハゲチメドリカは、赤岩飛びひた貴族クイナチメドリと、姉妹群である。 これらの三族はいずれも単価高を作る。これらからなる単系統はスズメコモクと姉妹群で抗議にはスズメコモクに含めることもある。ハゲチメドリ族はデリッカーによりヒタキカ、チメドリアカ、ハゲチメドリ族ピカタルティニーの唯一の族とされた。ただし当時のヒタキカの赤は後のトガに相当するのでチメドリアカ、ハゲチメドリ族は チメドリかハゲチメドリアかに相当する。独立したハゲチメドリアかピカタルティニーとすることもあった。その一方でカラスカイビデーに近縁だとする説もあった。セラルはハゲチメドリ族とクイナチメドリの類似を指摘したがシブリーはそれらの類似は修練だとした。シブリーアルクイストは当時つぐみかとされていた赤いワ飛びヒた貴族が ハゲチメドリ族に禁煙だと考え、ハゲチメドリカに含め、ハゲチメドリカをカラスジョーカコルボイデアに含めた。ありがとうございます。